皆様こんにちは、ブリーフ団 S です。9月30日に行われるエガフェスですが、会場チケットは完売いたしました。当選された皆様おめでとうございます。そして残念ながら買うことができなかった皆様、大変申し訳ございません。もしよかったら配信で楽しんでいただければと思います。そして配信チケットは通常3000円となっておりますが、今月8月31日までは早割として2500円で買うことができます。もし購入予定の方は今月中に買っていただくとお得ですので、よろしくお願いします。詳しくは概要欄からエガフェスの公式ホームページをご覧ください。またエガフェスグッズの販売も開始していますので、そちらもエガフェス公式ホームページをご覧ください。以上、ブリーフ団からのお知らせでした。それでは本編をご覧ください。ブーブーブー。岩下さん、お先日あの江頭さんの秘密のトランクルームを見るという動画で、うん、こちらの江頭さんのグッズが大量に出てきまして、そうなんだよね。俺も知らなかったんだよ。もうすっかり忘れてました、ね、忘れてた。さらにですね、こちらあの江頭さんが振られた原沙織さんの DVD の振られたって言うなよ。前回あの視聴者プレゼントをするということで、うん、今日はその当選者を決めたいと思います。おお、応募いっぱい来たね。こんなに応募来るとは、みんなスケベだね。今回も、かなりの頭家の方が応募してくださいまして、うん、なんと全部で合わせて960通来ました。おお。で、今回は実はまだ当選者の方は決まっていないんですよね。そうなんだよ。今回は俺の独断と偏見で5人を選んだんだよ。それで電話をして繋がったやつにプレゼントしようと思うんだよ。960人になったら5人まで勝ち残ったんですね、今。そうなんだよね。なんで今回は電話にしようと思ったんですか。やっぱり大事な DVD と秘蔵のコレクションじゃん。直接電話して熱量を知りたいんだよ。俺はこんなに AV が好きだって。熱意が伝わった人にあげたいと。そうだね、話して。でやっぱり今俺吹雪圭ちゃんがいるし、もう未練はないですか。ないね。ちょっと間が入る。あと俺の次に大切にしてくれる人、これを探したいんだよね。そうですね、じゃあ、はい、行きましょうか。そうだね、はい、まずは、うん、岩下さん、こちらの大量のアダルトグッズ意識の方から決めていきたいと思います。おお、いいよ。で、岩下さんが絞った5名がこちら、はい、こちらですね、はい、今回こちらご用意させていただきまして、うん、選ばせていただきましたこちらの5名の、うん、お名前と情報、そして、メッセージが載っております。じゃあまずこちらの5名の方の、メッセージを、紹介させていただきます、うん、じゃあまずは1人目はこちらです。てるてるようさん、うん、宮崎県にお住まいの40歳女性の方です。女性なんだよこれ。じゃあメッセージ読ませていただきます、うん、はい、40歳独身女性未婚です、うん、結婚したいなぁとは思うのでこのプレゼントをちらつかせて男をおびき寄せたいと思います。これ婚活に使うっていうのはいいと思うんだよ、うん、でもその婚活は絶対失敗すると思うんだよ。ですよね、うん、続いて2人目、2人目、はい、ネギ味噌さん、ネギ味噌、神奈川県46歳男性、こんにちは。今年で47歳になるアタオカです、うん、彼女は生まれてから一度もありません。ですので童貞です、うん、を始めたのが小5から
現在までやっていましたが、2年くらい前に精液が枯れて行っても出なくなりました。まず童貞で47でもう種切れってめっちゃくちゃ悲しいじゃん。ちょっとこいつにはシンパシー感じるな。本当に種切れってなるんですかね。いや、俺も最近出ないんだよ。ここ、はい、6回ぐらい風俗行ってんだけど、はい、お尻が出るんだけどそれでも無理なんだよ。出ないっていうのはどういうことですか。行くけど出ないってことですか。いや、めちゃくちゃ気持ちいいんだけど、はい、行かないってことなんだよ。行かないってことですか。だから、風俗嬢が逆に反省しちゃって、はい、私のプレイがダメなんですかって。いやいやいや、そういうことじゃないんだよ。気持ちはいい。めちゃくちゃ途中気持ちいいんだよ。だけど行かないんだよ。これは年齢のことかな。聞かれても分かんないですけど。そうなんですかね。今めちゃくちゃもう悩んでるんだよ。最近6回ぐらいがそうだってことですか。そうなんだよ、連続6回もう行ってないんだよ。これ深刻な悩みですね。これちょっと緊急企画あるんじゃないか。どんな企画なんだよそれ。行く行かないの企画って悩んのかよ。絶対行かない男と絶対行かせる女みたいな。募集ですね、江頭さん。行かせられるし、絶対私は行かせますっていうね。それ企画でやってよ。サブチャンでも無理ですよ。はい、じゃあ3人目、3人目お名前こちらです。いつき食いしん坊さん、インドネシア、27歳男性。インドネシアなんだよね。すごいですね。グローバルになってきましたね、はい、メッセージはこちら。多分僕はインドネシアで一番江頭さんのファンだと思います。インドネシアであまり人気はないからです。おい。まあこいつは、はい、インドネシアっていうところで引っかかったからちょっと選んだんだけど、どっちなんですかね。これインドネシアに住んでいる日本人なのか、インドネシア人の方なのか、まあ、これはちょっとまだ分かんないですね、この情報だと。多分日本人じゃない、インドネシアで住んでる。じゃあ続いて4人目の方、はい、定期的に正気に戻る痩せ型男性さん、仙台の28歳男性の方、はい、いつも楽しく見させていただいてます。今回応募させていただいたのは江頭さんにシンパシーを感じたからです。というのも僕自身江頭さんと同じで朝に AV を見て夜にも AV を見るという生活を送っています。しかも休日は昼も見ています。現在彼女がおらず、溢れる性欲は AV か夫婦で発散しています。今回のグッズ、僕以上に持て余さず使用する人間はいないと思います。ぜひともプレゼントをいただければ幸いです。これは性欲の塊だね。もう俺にそっくりだね。やることないんだよ。エロへの情熱がすごいですね。そう、ちょっと確かめたい気もするよね。電話して朝昼晩、で推しの、はい、AV 女優がいたらそいつの話で結構盛り上げやりたいよね。じゃあ最後5人目の方、はい、兵士のゲームチャンネルさん、広島30歳男性の方。彼女依頼歴イコール年齢のモテない童貞なもので、以前ブリーフ団のSさんが結果は残念だったけどめっちゃ可愛いレモンサワーさんに好意を持たれて縁があったことだけでも羨ましく思いました。こういうアダルトなグッズに興味があっても自分で買ったらめちゃくちゃ虚しくなると思うし、ずっと敬遠してました。でも素直にいただきたいです。敬遠する江頭さんの選ばれたものなら間違いないし、何個かは家宝にしたいです。サインとかしていただけたら死ぬほど喜びますし、みんなに誇って自慢します。これからもずっとずっと魂の限り突っ走っていってください。応援してます。エロの世界を知らない、ちょっとやっぱりプレゼントして世界を知ってほしいね。広げたい。どれも気になりますね。どの方も、どの人にしますか。まああとは今なんと、平日の午前中という。そうなんだよ。そこがちょっとね、全員出ない可能性もあるからね。これで行こうか。
一番エロへの情熱が高い、うん、朝昼晩しかも休日は昼も見ています。今ちょうど手を動かしてる瞬間かもしれない。朝の電話来るとか全然思ってないですよね。いや絶対思ってないでしょ。これは S の電話、僕の電話です。ってことは番号が S の番号が向こうに通知されると。じゃあかけます。はい、はい、もしもし。おお、こんにちは。はい、江頭2時50分です。おお、はい。今お前何してたの？仕事中。仕事中。アダルトグッズに応募しただろ。はい、しました。それで、はい、実はお前が、はい、当選しました。おお、なんか反応しろよ。びっくりしちゃった。なんかいや、それなかった。相当の倍率をお前が勝ち抜いたんだよ。いや、こういうのに当選するの初めてです。何？これ当選したの初めてです。めちゃくちゃ興奮してる。興奮してる。そんなにお前はさ、はい、朝昼晩おっしないとダメなの？なんかルーティンになっちゃって。おっのおかずは何？ちょっと今言えないですね。なんでだよ。お前仕事中。いや何なんでだよ。今大声で言えよ。おっのおかずは何なの？小声でもいいから。自分は結構貧乳も好きなんで、やつだけ海ちゃんとかって感じしますね。やつだけ海、うん、海。ちょっと待って。今ブリーフ団が調査してるから。あ、八ヶ岳海。八ヶ岳海、そうです。美少女系ですね。あ、そうですか。うわっ、あー、青春はプレステージ。これ、そうです、そうです、そうです。ジャンルとしてはどんなジャンルが好きなの？踊りとか留学生ものとか。まあ、学生ものだったり、うん、彼女の妹ものだったり。あ、彼女の妹を奪うの。ちなみに仕事は何やってんの？サラリーマン、インフラ関係の。あ、インフラ、そんなに真面目。それなのに朝昼晩やるんだ。朝昼晩もやるのがもう学生のことだ。分かった。じゃあお前に、はい、アダルトグッズプレゼントしちゃう。今の気持ちはどうなの？そうですね、ムラムラしてきました。あ、じゃあちょっと待っててね。我慢しててよ。ありがとう。ありがとうございます。はい、いやー、よかったね。よかったね。続いては、はい、こちらの原沙織さんの DVD、 こちらの当選者を決めていきたいと思います。何本もあるね。いいですよね。いいですよ。これは価値あるよ。あ、決めていきたいと思います。そうだね。じゃあ、一人目から。はい、はい、よろしていきたいと思います。一人目の方はこちらの方です。モーティスさん、北海道にお住まいの44歳男性の方です。先日嫁が男を作り離婚しました。バスになりました、うん、男としてまた頑張りたいので活力みなぎるものが欲しく、この江頭さんの気持ちのこもった一品を譲ってほしいです。やっぱり振られるって最悪だな。罰にですからね。そうだね。これの人にあげたいなってちょっと思ったんだよね。ね、この人は確かに即。2人目の方、うん、しおこさん、うん、愛知県24歳男性の方。
いつも楽しく動画拝見させていただいてます。エガちゃんのことが好きで、中学生の頃初めて買ってもらった iPhone は江頭2時50分のアプリを入れていました。朝もエガちゃんの声で起きていました。周りの友達には良さが全然分かってもらえなかったんですが、これまた中学生の頃 AV なんか見る手段もなく、深夜のちょっとエッチなドラマを見て過ごしていました。そんな中、女王3というドラマに原沙織さんが出演していらっしゃって、初めてもう虜になりました。そんな自分の青春時代を思い出すお二方にまつわるプレゼントは絶対にゲットしなければならぬと思い応募いたしました。これはね、原沙織と俺っていう両方とも好きっていう、これはもらったら嬉しいでしょう。そうですね、確かに。じゃあ3人目の方、はい、読ませていただきます。3人目こちら、コルベルさん、新潟、33歳男性の方です。うん、江頭さん、ブリーフ団の皆様、こんにちは。こんにちは。自分は江頭さんも大好きな安西ララちゃんの作品をフルコンプリートしてるぐらい AV を愛しています。すげえなー。美爆乳の女優さんが特に大好きです。うん、江頭さんが好きだった原沙織さんの作品はあまり見たことのなかったもので、うん、当選したら1週間禁欲した状態で作品を見たいです。最後になりますが、体調にはくれぐれも気をつけて頑張ってください。ちなみに自分が持っている安西ララちゃんの作品の一覧画像を添付しておきますと、はい、ということで、こちらですね。ちょっとこれ見てよ。すごいですね。ラムタラだよこれ。これ全部欲しいな。俺が原沙織送るから、これこっち送ってくれよ。薄々交換で。そうで、続いて、はい、公開処刑さん、佐賀に住む38歳男性の方です。エガちゃんの甥っ子と同級生です。これすごいでしょ。ちょっとびっくりだよ。幼稚園から一緒で、結婚式にも参加しましたし、ビデオレターも最高でした。もう何でも知ってんだよ。小さい頃は実家の方によく遊びに行ってました。おい、すごいね。昔から好きなエガちゃんのグッズお願いしますということで、うちに来たことあんだよ。、ね、うん、しかもこいつ原沙織のビデオ欲しいって言ってんだよ。そうか、甥っ子と同級生ってことは甥っ子さんも38歳ってことですね。そうだね、翔太くんって言うんだけど。あ、甥っ子。そう、翔太と友達だと思うんだよ。甥っ子って一人ですか？いや、もう 何人かいるんだけど、はい、年齢を調べてみたら、なるほど、あ、翔太だなって思った。ちなみに翔太は、はい、あの、俺の存在は消してた、はい、恥ずかしいから消してた。俺のおじさんが手頭出せって言ってなかったんですね。言ってないんだよ。他は、はい、あの、あ、おじさんは、はい、エガちゃんですって言ってたんだけど、他の甥っ子さん、翔太だけ言ってないんだよ。だけどビデオレッター、その翔太さん、ああ、結婚式だけは出したんだけどね。はいはいはい、当時みたいな。そうそうそう、こいつと喋ってみたいっていう欲求はめちゃくちゃあるね。続いての方、読ませていただきます。続いての方はこちら、読み方がちょっと難しいのですが、ハール・ジャック・アリップさんですかね。東京に住む60歳男性の方、原沙織さんの大ファンで AV を持っていたのですが、神さんに捨てられ、今では買い直しもできず、心に穴が開いたままになっております。今一度手にしたいと思い、こっそりと応募します。あ、この人にもやっぱりこれあげたいね。心の穴、はい、俺たちで埋めたいね。今度は見つからないように。そうなんだよね。どうしよう、濃いメンツですね。これ濃いメンツだよね。バツに江頭さんと原沙織さんのファン、安西ララちゃんの大ファン、甥っ子の同級生。うわぁ、濃いなぁ。DVD を捨てられてしまった60歳。いやぁ、これは悩みますね。確かに。何人か喋ってみます。あ、いいですね。わ、まったく。いい、トンチ効くね。そうだ
ね、はい、何人かと喋って、はい、一番良かった、はい、がっつり来たやつに決めようか、はい、あ、はいはい、いいんじゃない、はいはいはい、まずは、はい、これですね、公開処刑、はいはいはい、おいっ子と同級生、そう、まず本当にそうなのかっていうところもあるし、はいはいはい、俺ん家に来たことあるかって、はいはいはい、ってことはじゃあその同級生の名前何って言って翔太って言ったらもうビンゴですね、ビンゴ、はい、うん、つながってくれ、つながってくれ、よし、おお、もしもし、はい、江頭2時50分ですけど、はい、公開処刑さん、はい、おお、出るの早かった、原沙織のビデオを応募してくれたよね、はい、しました、で、公開処刑の文章を読んだら、はい、俺の甥っ子と、はい、友達だって書いてあったんだけど、そうですね、翔太と友達、おお、出たー出たー、翔太の友達なの、はい、はい、結婚式にも行ってます、結婚式に行った、はい、で、その時に俺のビデオ流れたでしょ、そうですね、うわぁ、受けてた、めちゃめちゃ受けてます、おお、すげえ、やったぜおお、で、実家にも行ったって書いてあったんだけど、実家は行ったの？結構行ってましたよ。おお、自分も千代田町の崎村出身なんですよ。おわ、崎村か、お前すげえ、真横じゃん、うちの家の特徴言って、山、はい、屋根の色は、いや、オレンジです、おお、オレンジ、うちだけちょっとオレンジでちょっと綺麗なのよいいんですか、行っちゃって、行っちゃっていいんだよ、そん時俺会わなかった、いや、会ってないですね、あ、ほんと、なんでいなかったんだろう、大学だったのかな、あの、翔ちゃんと、うん、もし幼稚園の時からずっと一緒なんで、あ、ほんと、だけどそんな翔太なんだけど、おじさんが江頭2時50分っていうことを隠してたっていう話なんだけど、あの、小学校の時それでちょっといじめじゃないですけど、なんですげえショック、すげえショック、リアルなショック、マジか、だけど今はほら、どんな感じなんだろうね、いや、ものすごく、あの、なんていうんですかね、誇らしいというか、おう、翔太もそう思ってくれてるかな、あー、どう、おい、そこは、はいでしょ、そこは、はいでしょ、じゃあ、今度翔太に会った時は、はい、映画チャンネルやってるから、いじめの時はごめんねって言ってまた新しい俺を見てくれって言っといて、それはないですよ、めちゃくちゃ友達多いんで、翔太も、あ、ほんと、はい、そっか、胸張って生きてるか、で、新平にしろ、健太にしろ、わ、お前よく知ってんな、もう翔太の弟とその弟みたいなまだ当選したわけじゃないから、はい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 、あ、何人かのうちの一人に、はい、なったから、はい、もうちょっと待ってて、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、江頭2時50分おじさんだといじめられるやっぱある、なんかあるんですね、そういうの、心の傷があったんだな、ごめんな翔太なるほど、これ面白すぎたな電話出ますね、皆さん100発100中出るねすごいね、安西ならこいつと喋りたい、うん、コルベルさんですね、33歳の方です、もしもし、はい、
江頭2時50分です。はい。あれあれ、はい、江頭2時50分です。はい。あの、はい、原沙織の、はい、DVD の、はい、プレゼントに応募してくれたよね。はい、しました。で、その候補として今電話してんだけど、はい、あの安西ララちゃんが好きなんだ。はい、そうです。なんかお前もうちょっとリアクションしてくれよ。今運転してて。運転、今ちょっとハザードつけて今止まってるんですけど。あ、止まったらもういいよ。で、安西ララちゃんの写真見たよ。はいはいはい、はい、めっちゃくちゃすごいな。嬉しそうだなお前。悩みなさそうだな。他はなんか最近いいのとかいないの？白瀬ちゃんって知ってます？白瀬ちゃん、 N が知ってそうな、これ S1 から出てるんですよ。 S1 から出てる。あ、そうなの、はい、やっぱり、はい、巨乳が好きなんだ。巨乳ですね。爆乳か。はい、塩瀬さん。うわーすごい、プリンもでかい、最高じゃん。あー分かった。あ、知ってました。知ってた俺も。あのこれってあの YouTube とかって流れます？流れますよ、もちろん流れる。うん。どうしよう。なんで声でバレるかもしれない。友人も見てるんで。うん。いやどうしようかな。全然大丈夫だよ。お前安西ララこんなにアピールしてきて今さ友達が見てるんだよなとか、そんなのどうでもいいだろう。原沙織は知ってた？あ、もともと夫婦から知ってまして。うん。自分はもう円盤派なんで。うん。彼女はいるの？あ、彼女います。本当？はい。じゃあ AV は見れないじゃん、なかなか。いや、一緒に見てます。幸せだな、お前。彼女もやっぱり AV を見て興奮してんのかな？はい。そうですね。おお、はい、何カップ？いや、C です。やっぱりね、理想と現実、離れちゃうね。電話がかかってくるかもしれないから、ちょっと待機してて。はい、わかりました。はい、失礼します。はい、はい。どうしますか、江頭さん。そうだね。もしもし。はい。江頭2時50分です。はい。公開処刑。はい。実はあなたに、はい。原沙織の、はい。DVD が、はい。当たりましたー。おめでとう。ありがとうございます。もうなんか当然って感じだね。どんな感じ？気持ちは？気持ちですか？やっぱプレゼント企画に当たることは嬉しいことですよ。そうだね。すごい倍率をお前勝ち抜いたからな。はい、ありがとうございます。おう、ということで、はい、佐賀県でもいっぱい映画チャンネル広めてね。はい、ありがとうございます。うん、ありがとう。はい、ありがとうございます。じゃあ失礼します。失礼します。ということで。俺の甥っ子と友達が当たったよ。ということで俺の宝物みんな大事に使ってくれよー。